では行くがよい。自殺じゃないのよ。せっかくこうね、こんな美少年におばちゃん転生したんだからね、魔界からね、いろいろやりたいこともあるのさ。大暴れしたいよおばあちゃん。スラムダンクみたいな青春を送りたいんだよおばあちゃんも。日の当たる場所でまたチュートリアルが始まったね。人が死ぬんだぞババア。死にたくない、みんなだ、みんな死にたくないのよ。何これ。レレンレンレレレン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 、ファイヤーボール。そうでやんかい。これこの光の筋が指す方向に行けとおっしゃっておったね。あっちに行くんだババア、ね、ラピュタみたいだね。ラピュタかいこれ。母さん、ばおばあちゃんがくれた馬に乗りたいね。馬に乗れるんだろ。エクスカリバーかいおばあちゃん。グラフィックすごいよこれ。ほらこう草がこれ一個一個揺れてるよ、風がね。すごいねこれ。ありがたいゲームだ。アブロ、おお乗ったよ。おばあちゃん馬に乗った。おばあちゃんにあんま見えないねこれ。あら、おばあちゃん馬に乗ったけどおばあちゃんにかぶってるねこれね。邪魔おばあちゃん。わあすごい。あーてけてーん、てってってってーん、暴れん坊おばあちゃん。てれーてれーれれーてれーれーれれ、やったよ。あら若返った。あら素晴らしいゲームだねこれ。マツケンみたいだねおばあちゃん。すごいこれ、勝手に進んでくれるよ勝手に。あらおばあちゃん車椅子よりいいものを手に入れてしまったねこれ。まさかおばあちゃんね、徳川将軍になれるとは。徳川将軍に魔界から転生したよおばあちゃんね。マツケンサンバオレイ。ババア面白そうなゲームやってんだよ。なんかね、なんかこのゲームすごいさ、すっきりしてるね。この変なこういろんなヒットポイントとかないねこれ。映画を見ているようだね。なんだこれ。お始まったよ。なんでなんでなんだい。また何か。ここもお寺かね。やっぱね、ここはお寺が多い地方だね。昔からね、修学旅行で来ただろみんなも。京都、奈良、奈良の景色は美しい。アングロジャクソンさんも言ってた。観光客も多いよね。上登ってくのかいこれ。奈良、なんか音楽がね、音楽がシリアスになってきたよ。アルツ、アルツ、アルツ。はい、はい、おう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 。あー登ってる登ってるねえ。はい、どうすんのどうすん、ジャンプで飛び、はい、どうすんのよこれ。お、乗った乗った。サスケみたいだねサスケ。あらね、 R2 でよじ登ってバツボタンでジャンプだとよ。覚えておくんだよ。トゥームレイダーみたいだね。あら険しいよこっからは。なんか本格的になってきたね。本格的に。これはね、仏教の修行かいこれ。あらこれは山の上に。ありがたいな。どうでしょうで、ね、見たよおばあちゃんこれ。すごい険しい山の上にねこれ、四国でね。ありがたいお寺があるのよ。ありがたいね。これはきっとありがたいお寺があるよ。車で入っていけないようなとこにあるのよ。本当にありがたいお寺はね。じゃあ、あおばあちゃん、勇敢だこれ。丸を押すと全然酒ができます。おう。あらま。イエーイ。四国って死ぬという国に変えて四国ではないよ、おばあちゃんね。赤いより転生したんだからね。どうすんのどうすんの。あら、いい眺めだこれ。見てごらん、これが四国の。ああ、あー危なかったね。大丈夫かい大丈夫かい。危ないのよ、これ事故るからね、気をつけるんだよ。何ボタンでこう。あー、いい眺めだ。いい眺めだ、よく見えるね。絶景だね。滝やりはないね。今回このゲームは剣だね、剣。剣を持っているね、おばあちゃんね。あ、タイヤこれは。で、あら、いけないよ。捕まり中はペケを押したままにすると、飛ぶ方向をどの方の、トーン。あらまあ、運動能力、サスケだね。サスケで優勝できるよ、おばあちゃん。サスケだよ、サスケ。あら、あら、なんか、
巨大なこれ象かいこれ。あらちょっとみんな、なんだこ、大仏様、大仏様が歩いてるよ。チャージマン剣じゃないんだから。チャージマン剣かいこれ。てっ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 て、大仏様、あら天国かいここは。大仏様がこれ歩いてる。どうすんのこれ。名前だ名前、ありがたい、ありがたい、大仏様、大仏様が歩いてるこれ。お釈迦様がこれ宿ってるんだね。般若心経、般若心経。あらまあどうするってこれ。なんかコンボ持ってるよ大仏様ね。大仏様、大仏様、鉄人28号かい。あらどうもバーチャルおばちゃんと申します。この姿にね、若者としておばあちゃんを転生させてくれてありがとうございました大仏様。なんか不穏な BGM が流れてるよみんなね。てっ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 てどうすんの。はいはいはい、あーあー、恐ろしい、やだよ、だ大仏様のおばあちゃんを巨大な棍棒で殴られたよ。おばあちゃん恐ろしい、なんだいこれ、なに、怒りを掲げ巨像に当てるの、急所がわかるだろ、なにさ急所って、なになに、どうしろってんのこれ、大仏様とこれどうすんの。急所ってここかい、ここが地獄かい。地獄では大仏様と格闘を繰り広げなければならないのか。死ぬって死ぬって無理でしょこれ、差がありすぎるよ。鉄人28号こっちもなんか使わないと勝てないよこれ。巨大ロボットをね、マジンガゼット呼ぼう、マジンゴー、マジンゴー、なんかあるよ、なんかある、なんかある、なんかあるよ、光ってる、急所かいこれ、急所かい、ここだよ。うつ大仏様の弱点だよ。あらら、捕まりながら四角で剣を構え突き刺し攻撃、チェスト、あら効いてる、食らってるよチェスト。なんだいこれ、なんで大仏様のすねを、すねを刺す、あらこんなんで勝てるのかね。おばあちゃん、マジンガー Z が来ねえだもん、こんなからよ。あらあら、違う違う違う、そっちじゃないよ、そっちじゃない、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、ゲスト、大丈夫かい、どういうことなんだいこれ、いいのかいいのかい、食らってんのかいこれ。あらあら、泣きどころに、泣きどころに、あらまあ勇敢なこと。おおおお、どうすんの、どうすんの、そんでどうすんのよ、どうすんの、おいてててて、下手すらこの急所を刺せばいいのかよ、おばあちゃん。こんなのもう大仏様から見たら爪楊枝のような、爪楊枝のようなものだと思うんだけど。あー揺れる揺れる揺れる、あーなんやもう、なん刺してもらう、刺さしてももらえないよ大仏様の。やっちまえやっちまえ、それそれ、なにこれ、死んでんのこれ。絶滅が下る、よし、おばあちゃんどんどん登っていくよ、登っていくよ、登っていくよ、尻、あ、尻ね、あ、このふわふわなところ、ね、ふわふわなところをね、辿っていくのか。これ何なんだい、この大仏様は。動物なのかい、これ動物、こんな巨大ロボットにさ単身に挑むなんてね。あら、ありがたいね。あ、やっぱこうね、こう大きなね、仏像参拝するこう道があるよね、大仏様もね。あらやっぱこう参拝だ、これ一番上まで行って登れますよっていうね、ってことかね。ありがたいねこれ、頂上まで行って、サスケかい、サスケだね大仏様。 ありがたいありがたい、あら顔のとこまで登ってきたよ、顔のとこまで登ってきたよおばあちゃん。あらここ突き刺せと、突き刺せと言わんばかりに、そいや、ありがたい。これね、新しい、新しいね、こういう参拝の仕方かね、こうやって。
思いっきりこう突き刺すとご利益がありますよと、ご利益が。大仏様、大仏様、あら、鬼殺しだ、これが本当の。あれ、大仏様、おばあちゃん、罰当たりかい、おばあちゃん、あら、死んで死んで死んで、あれ、これ、おばあちゃん、罰が当た、地獄に行くのか、地獄へのこれ、地獄へのこれ、あれかい、地獄に落ちるのかい、やだよ、天国行きたいんだよ、おばあちゃん、すいません、すいませんでした、申し訳ございません、大仏様、大仏様、あら、戻ってきたよ、この世に戻ってきて、罰当たり、天罰、あれ、真っ黒黒助さんがいるね、また、あら、おばあちゃん戻ってきたね、死んだのかい、あら、さよちゃんが、代わりに生き返るのか、やだよそんなの、そんな自己犠牲の精神なんてとうの昔に捨てたさ、おばあちゃんはねえ、もう自分が長く生き残ることしか頭ないんだよ、老人っていうのはね、そういうもんさ、あら生き返ったよおばあちゃん、あーよかったよかった、まだ生きてた、なんだったんだ今のねえ、三途の川か今のが、あやうこおばあちゃんのように行くとこだったね、最後にこうやってやっぱりもう一回拝んだからだよ、許してもらいたいんだね、救済されたんだねおばあちゃんはね、地震かい、あら、あらあら、不謹慎だよ、そんなこれ仏像破壊するなんてさ、どっかの国のあのテロリストじゃないんだからさ、 IS なんとかじゃないんだから、恐ろしいね、恐ろしい、不謹慎だねこのゲームは、祈るな、祈れば手が塞がる、おばあちゃんはね、念じればゲームがプレイできるんだよ、海辺のホラーな動き鈍きもの、おばあちゃん何もして、おばあちゃん爆弾も仕掛けてないよ、文化大革命じゃないんだからね、恐ろしい、大仏様がこれ無残な姿、大貴重なこれ文化がね、全部倒すのおばあちゃん、1234567891011121314151616人抜きかい、あらまあ恐ろしい、国宝だよ大仏様って、そういう価値がわからない、野蛮だね、やめとくれよ、やどうすればこの子が生き返ると思ってんのかいね、やだね、人間の勝手なそういうエゴのやつによってね、あら、それに似た石碑を見つけたときは祈りを捧げてみるがよい、セーブポイントかい、傷ついた体を休めることができるだろう、祈ることがね大事なんだね、でもヒットポイントとかこれよくわかんないんだけどね、傷ついてんのかおばあちゃんは、心は傷ついてるよ、どれだけ私の心を傷つけた、どれだけ私の心を傷つけて、あどこ行くのかわかんないねおばあちゃん、光よホーリーアップ、次はどこ行くんだみんな、これはあっちかい、あっちかい、あっちのようだね、あらそれにしてもこれ立派だね、あだいぶおばあちゃんも馬を乗りこなしているよ、このハゲー、どれだけ私の心を傷つける、ああいう風にねすぐカッとなってしまう人、いろんなトラブルをすぐ起こしてしまう人なんか、やっぱりもう一回その仏教のやつというか精神修行というのをねやってみてごらん、おお、こんなにおばあちゃんね、あら瀬戸大橋だね、戻ってきたね、なんだよこれ、なんだこれ、あら天空から光が、夢であるようにみたいな、なんか光が、瞳を閉じて、なんだよあれ、あら光が降ってるよみんな、風に抱かれて9連客
魔人剣ねえ。デルクランドだね。危ないよ。狙われてるよ、天井人にね。テイズオブデスティニーだよ。ゲームがあったのよ、昔ね。ソーディアなんだね、これね。スタン・エルロンかよ、おばあちゃん。リオン・マグナスかい。総流レンガ山獅子閃光だ。川が流れてるよ、川が。川が流れてるね。ああ川の流れのようね。このカメラワークいいね、これね。夕日そやかにあれをしていたい。みんなゲームで、あの、そういうシリーズがあるのは知ってるだろ。テイルズね、それの2個目だよ。テイルズオブディスティニーがね、ファンタジアね。あら、トヨタ議員と顔交換してくれ。やだよ、おばあちゃん。せっかくのおばあちゃんのこの美しい顔があるじゃないの。長いね、瀬戸大橋。滝が見えないね。ほら、川に早く走りつんだよ。おばあちゃんの新型車椅子だよ。勝手に進んでくれるのさ。おはよう。はいよ、シルバー。バンビーの頂上かい、これ。なんか立派だね。仏様みたいな顔だろ、おばあちゃん。ブッダのようなね。でも、あの、最初のね、その、仏教というかね、お釈迦様って別にね、なんか念仏を唱えれば救われるとかいうことは何も言ってないらしいけどね。最初のね、お釈迦様っていうのはね、もっとこう、哲学的なやつというかね、こういうふうに考えて、もっと賢く生きなさいということを説いたことらしいよ。これは浄土、なんとか何それ。その宗派とかは後からできたもんだろ。最初は一人のインドの辺境の王様が暇だからフラ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 の旅してた。暴れん坊将軍みたい。タカタンタッタッタッタ。暴れん坊おばあちゃん。テンテンテレレレテレレレレテレレテレレレテレレレレ。どこ行くのよ。気持ちよく走っているけども、暴れん坊おばあちゃん。あら、ラジオ消せ。ねえ、どこ行くの、どこ行くの、みんなナビゲートしてる。暴れん坊将軍みたい。あら、海のこれ、グラフィックもこれ。グラフィックもこれ、あ、飛び降りた。どこ行くのさ、海に行けて行ってなかった。初見ですよ、剣を片付くのね。ディブロース。なんか、ホラー穴とか言ってたね、ホラー穴。バイテルおばあちゃんだよ。おばあちゃんも虫火だからね。テイルズ・オブ・デスティニーに関してはね、おばあちゃん、楽しみだからね。その次のテイルズ・オブ・エターニアぐらいまでしかおばあちゃんやってないけどね。あら、ああ ISIS かい。あらー、遺跡か、これお寺だ、これ。マジンガット、マジンガットだよ。カブトポジかい。マジーン、ゴー。テッテケテン、テテレッテ。動物みたいだよ、これ。大仏様。あ、なんかこれ牛みたいな、これ。大仏様みたい。逃げろーい、逃げるよーい、逃げるよーい。恐ろしいよ、恐ろしいね。おばあちゃん、おばあちゃんだよ。弱点を探せ、弱点を。今回はおばあちゃんだけじゃなくてね、このアグロもついているよ。瞳が弱点さ、光子力ビーム。あら、ちょっと待って、もう一つね、武器があるみたいなんだよね、武器がね。いくよ。おおお、かっこいいかっこいい。高視力ビーム、高視力ビーム、高視力ビーム。あら、もののけ姫みたい。張り詰めた弓の震える暴れん坊将軍。デレレレレ。かっこいいかっこいいかっこいい。映画みたい、映画みたい。我が名は明日か。その娘をあれしに来た。黙れこそ。どこ行きたいの。足の裏。そんな クレイモア地雷を用意しておくれ、おばあちゃん。足の裏なんて狙いなんて潰されちまうよ。クレイモア地雷を。タリーツーミャ、あらららららららたーやーお。おー、あらら、足が曲が、暇がちまったよ。
ぐらいここから登るんだね。はい、でも容量つかんだよおばあちゃん。容量つかみましたおばあちゃん。あらあら、ゾウさんにこれ登ってくのかい。登るのサスケゲーかい、これサスケゲー。てれれれれ、わあ、落ちる落ちる落ちるよ。助けてよ、助けとくれよ、助けとくれ。あらま、激しいねこれね。あら、うわあ、落ちてまった落ちてまった。5万人突破おめでとう。自分から落ちてしまったよ。一回飲ませてください。足の裏を打てばいいのかい。さあ、足の裏を見せたババアにね、誘うんだよね、こうやってわざと誘って。それ刺さんない刺さんない、危ない危ない、こっちかよ。シュッ、あー、あっちでこっちから登れるってわけね。おばあちゃん、おばあちゃん頑張れ、おばあちゃん頑張れ。あら、5万人のこれね、参拝者が見てるよ、みんな、みんなを救うよ。みんなのこれからのね、人生のためにもおばあちゃんこう、なんとかこの大仏様にお参りするんだから。16体の大仏様のね、頂上に登っておばあちゃんお参りしてくるからね。志望校に受かりますようにってね、あの、登れ登れ登れ。明日か、ちっとも登んねえこいつ。あら、登って登ったよ。あらま、あらま、あらま、どうすんのこれ。おばあちゃんで握力ゲージが見えないね。5万人の受験生のためにおばあちゃんね、お参りするよこれ。88箇所ね、弱点狙って。弱点どこにあった？剣は剣は、あらあら、剣は剣は、あら、弱点だよ弱点。都合よくね、現れたよ都合よく。落ちろ、落ちないよ落ちないよ。おっとおっと、わかりやすいね弱点がね。魔神剣、あー、くらい、お前ちゃん、お前ちょっと魔神剣、あー、刺さるよ刺さるよ、あー、くらってるくらってる、うわ、ブッシュってこれ激しいね、魔神剣、あー、やったよー、くらいくらいくらい、魔神剣、弱点が消えた、消えちまった、消えちまった、あ、吹き出してる、サスケ、最近のサスケやつが落ちた、落ちた落ちた落ちた、耐えろ耐えろ、おばあちゃん、おばあちゃん、耐えろー、あー、あら、落ちてしまいました。助けとくれよ、アクロバティックだねおばあちゃんね。いくよいくよ、あ、足を上げてる、足を上げてる、上げ上がれ、こい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 。切なさゼロでした。何が切ないんだい。愛しさと切なさと心強さと、足を上げ、どっちだどっちだい。刺さった刺さった、どう、おばあちゃんゴー、登るよおばあちゃん、おばあちゃん登るよ。あ、受験生のためにあれするから、落ちたは厳禁だよみんな。もう受験生今頃みんな終わってるだろ受験なんかね。あの、就職する人のためにね、おばあちゃん頑張って、お参りするからね。頑張れおばあちゃん頑張れ、登れ登れっつってる、登れっつってる。あ、落ちる落ちる、ゲージが危ない危ない、危ねえ危ねえよ。一旦休憩して、ふう、お茶でも飲んで。どこにあるの次の弱点、次の弱点もあと落ちる、危ない、危ねえ、おう、ってふさふさしてるね。動物なのかいこれ。頭ねがあって頭ね、おお、モンスターハンターよりこれハンティング感がすごいんだけど。で、こっちに行くんだね。とぉー、サスケサスケ、さあおばあちゃん、おばあちゃん選手、おばあちゃん選手、サスケ最短記録を狙って走ってきます。おばあちゃん選手、おばあちゃん選手、とぉー、落ちる落ちる落ちる、あ、落ちる、ちっちゃった、落ちないよ合格祈願、とぉー、今さら何を言ってるんですか。あー、マジンガーゼットが起こっております。マジンガーゼットがファイルだー、オン、ファイルだー、オン。マジンガーゼット、あれ、あ、暗黒大将軍かよ、ばあちゃん。あら、グレートマジンガーは来てくれな、グレートマジンガーは来てくれなかったようだね。マジンガーゼット倒したおばあちゃん。
やったよ。何これ。なんでこうなるの？後味悪いね。あ、地獄に行くよ地獄に。あ、となればおばあちゃんは生き返ることができる。名前だ。三地の川を地獄に行きませんように。名前だ。さあ、おばあちゃんの運命やいかに。